南満州鉄道、南満州鉄道株式会社、南満州鉄道は、1906年、明治39年に設立され、1945年、昭和20年に、ポツダム宣言の受諾に伴って閉鎖された、大日本帝国の特殊会社、南満州において、鉄道運輸業を営んでいた。略称は満鉄。鉄道事業を中心として、 広範囲にわたる事業を展開し、日本軍による満州経営の中核となった。本社は関東州大連市であるが、後に満州国が成立すると、満州国首都の新京特別市に本部が置かれ、事実上の本社となった。また、東京市麻布区麻布間宮ナ町に東京支社が置かれた。最盛期には80余りの関連企業を持った。 南満州鉄道株式会社は、日露戦争中の満州国野戦鉄道ひ下げリエブを母体に、日本政府が1906年、明治39年に、半官半民の特殊会社として設立させた。設立は、直例、南満州鉄道株式会社に関する件、明治39年直例第142号に、基づいてなされ、資本金2億円のうち、1億円は、 日本政府によって、鉄道、炭鉱などの現物で出資された。日露戦争の勝利により、1905年、明治38年のポーツマス条約の結果、ロシア帝国から譲渡された、東西鉄道の南満州支線、長春大連間の鉄道施設、付属地と日露戦争中に、物資輸送のため建設された京弁鉄道の案、笹具線、安藤、現、担当法天。 現信用とそのの付属地の経営が、当初の設置目的であった。当初はアメリカの実業家のエドワード・ヘンリー・ハリマンが資本参入し、桂内閣においてハリマンとの共同経営も浮上したが、渡米していた、小村外務大臣のポーツマス条約締結の帰国報告を受けて、日本単独資本となる。初代総裁には、台湾総督府元民政長官の後藤新平が、 就任した。後藤は、満鉄の監督官庁である、関東都督府の干渉によって、満鉄が自由に活動できないことを懸念し、総裁就任の条件として、満鉄総裁が、関東都督府の最高顧問を兼任することで、首相、当時の西恩寺金持ちと合意した。また、人材確保のため、官僚出身者は在官の地位のまま、 満鉄の役職員に就任するとが認められた。都市、炭鉱、製鉄所から農地までを経営し、独占的な商事部門を有し、さらに大学以下の教育機関、研究所も用していた。日本咀嚼地である関東州及び南満州鉄道付属地の行政を携わるのが東都区府、後の関東町であり、その陸軍部が後に関東軍として、 沿線各地に配備されるようになった。満鉄は単なる鉄道会社にとどまらず、日露戦争中に、小玉健太郎が、後藤新兵の影響を受けて検索した、満州経営郊外に、戦後満州経営唯一の溶決派、日に鉄道経営の仮面を、相違い、陰に百般の施設を実行するにあり、とあるように、それを具現するための組織であった。満鉄は、 鉄道経営に加えて、炭鉱開発、武純炭鉱など、製鉄業、安産製鉄所、港湾、電力供給、農林牧畜、ホテル、大和ホテル、航空会社などの多様な事業を行った。後藤の発案で設けられた満鉄調査部は、当時の日本が生み出した最高のシンクタンクの一つであった。後藤は、満鉄10年計画を策定し、 ロンドンでの社債の発行によって2億円を調達、これらの事業の原資とした。満鉄には、ロシア帝国から引き継いだ、鉄道付属地での独占的行政権を与えられており、地方部の下で大規模な近代的都市計画、大連、法典、長春の地の心境などを進めた。上下水道や電力、ガスの供給、さらには、公安、学校、病院、 図書館などのインフラストラクチャーの整備を進め、満州経営の中心となった。しかし、満州全土が日本の勢力下に入ると、鉄道付属地は必要なくなり、1937年、昭和12年に満州国に返還された。これに伴い、地方部の行っていた付属地行政、土木、衛生、教育は満州政府に移管され、 満鉄地方部は廃止された。大量の満鉄職員、その多くは教員が満鉄から満州国へ移籍した。代表者の肩書は、4代目までは総裁、5代目の国沢兵衛は理事長、6代目の野村隆太郎、再任からは理事会の廃止に伴い社長となった。 10代目の山本城太郎の人気途中の1929年6月20日から再び総裁に戻る。満鉄の初代総裁、後藤新平は午前8時の男でやろうというスローガンを掲げ、台湾総督府時代の副審で40歳そこそこの中村忠志を副総裁に抜擢し、中村と共に30代、40代の優秀な人材を理事はじめ養殖にスカウトし、 そのうちの一人である、三井物産元文字支店長の犬塚慎太郎は32歳であった。1912年、大正元年12月、第二代総裁、中村忠志功、副総裁、国沢新兵衛が更迭される、立憲声優会出身の内務大臣、原隆の差し金であった。総裁に、声優会系鉄道官僚、野村隆太郎、 そして副総裁には、声優会の幹部だった、伊藤大八が就任した。これ以来、満鉄幹部のポストは、政党の利権の対象となり、社員と激しく対立することもしばしば生じた。伊藤はそれまで行われていた理事の合議制を廃止し、総裁の権限強化を提案したが、創立以来の理事であった犬塚が強行に抵抗した。その結果、犬塚と野村、 伊藤はいずれも株主総会で更迭された。1917年に、総裁の役職名が理事長に変更されるとともに、国沢兵衛が理事長に就任する。1918年、大正7年、原高市内閣が成立すると、原は1919 19年、大正8年4月、理事長、国沢兵衛を更迭した。同時に、理事会を廃止して、トップを社長に改め、 再び、野村隆太郎を起用、副社長に、声遊会系鉄道官僚、中西誠一が就任した。中西は、東連炭鉱と、内田汽船を異常に高い値段で買収した。東連炭鉱は、声遊会の幹部、森勤が経営していた。内田汽船も、声遊会系の人物が経営していた。炭鉱や汽船を満鉄に売り付けた代金は、 政友会の選挙資金に充てられた、満鉄疑獄事件。野党、県政会はこの問題を帝国議会で追及し、中西を背任罪で告訴した。また、社員の中にも、職を落として抵抗した者がいた。工業部所無課長であった、山田純二は、野村と中西に直言し、入れられないと職を辞し、検事に決定的証拠を提出した。中西は逮捕、起訴されるが、 こうした度重なる政党の介入に対し、社員は団結し、1927年、昭和2年、社員会を結成した。1929年6月20日に、再び理事会が設置され、トップの役職名は、総裁に戻された。1928年、昭和3年6月4日、満鉄の車両が、法典付近で爆破され、 乗車していた、法天派軍閥の領収、張作林が死亡した、張作林爆殺事件。張作林の暗殺後に、後継者となった、張学良は、日本嫌いになり、廃日政策を行った。満州中の貨物を、満鉄から奪還する目的で、満鉄包囲線の鉄道を敷設して、コロ島に結び、さらに海基地、海流吉林、笹具海、法天海流。 の線を結んで、吉林から法天まで、直通列車を運転するようになった、また、長学寮は、日本が、不設権を持っている鉄道の建設を許可せず、法典政府の鉄道建設のために、満鉄が与えた1億円の借款に対しては、元理ともその支払いを拒否した。このこともあり、1930年、昭和5年の満鉄は、利益が、 前年の3分の1に減少したため、2000人の従業員を解雇した。1931年、昭和6年9月、龍城湖事件を発端に、満州事変が起こり、関東軍が軍事的に勝利して、満州全土を支配下に置いた。当時の満鉄総裁であった、内田高裁以下の満鉄首脳は、事変の不拡大を望んでいたが、 理事の中でただ一人事変拡大派であった東郷新人の終戦で、内田が関東軍司令官本庄茂と面談すると、急進的な事変拡大派に転向し、満哲は上から下まで事変に協力することになる。この満州事変及び満州国の成立によって、満哲の性格は大きく変わった。満哲の監督官庁は満州国建国以後、 日本の在満州国特命全権大使となったが、この職は関東軍司令官が兼任していた。こうして満鉄は事実上、関東軍の支配下に入った。1932年、昭和7年、軍部に批判的だった江口定常副総裁が解任され、これを了地していなかった内田総裁が辞表を提出する事態となるが、軍部の移留を受け、内田は辞任を撤回した。 満州事変以来、満州の経営の中心は満鉄から関東軍に移り、満州国政府にも日本から高級官僚が送られてきて力を持つようになった。こうした勢力は満州国の経済における満鉄の独占的地位を良しとしなかった。1938年3月、満鉄は安山製鉄所をはじめとする重工業部門を満州重工業開発。 万行二条都市、鉄道と炭鉱部門及び調査部門に特化することになった。こうした中、総裁、松岡洋介は大調査部構想を掲げ調査部門を強化するが、1942年、昭和17年、1943年、昭和18年の二度にわたる満鉄調査部事件、満鉄調査部の研究者が、 左翼的であるして大量に検挙されたにより、調査部門も活力を失った。子会社の東亜官業は、万毛開拓団の入植地確保のため、関東軍の指示で用地買収を行った。1945年、昭和20年の日本の降伏の直前に、満州に侵攻したソ連軍に接収された。その施設は、同年8月27日に発表された。 中蘇友好同盟条約により、中華民国政府とソビエト連邦政府の合弁による中朝春鉄路に移管され、その後1955年に中華人民共和国政府への路線引き渡しが完了した。一方、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ により、ポツダム宣言受諾に伴う閉鎖機関令が交付され、 満鉄は1945年9月30日に遡って閉鎖されたものとされた。ただし廃線後も満鉄東京支社の財産などが残っていたため、生産は1957年、昭和32年までかかった。満鉄は消滅したものの、現地の鉄道輸送の人員や技術者は不足しており、総裁だった山崎元美希ら、旧満鉄社員の多くは、 ソ連や中華民国の依頼によって現地に止められ、鉄道運行などの業務に従事、止めようさせられた。止めようは1949年に建国した中華、人民共和国でも続き、現地から他の地域の鉄道建設へと借り出され、その成果として、天水乱週間の天乱線開通が上がられる、1953年に、帰国後、天水会を組織。また、大村拓一は、 満鉄総裁を務めた罪で中国共産党軍に逮捕され、国死した。満鉄が満州に残した各種インフラは日本が撤退し、その後勃発した国境内戦の結果として中華民国から中華人民共和国へ生態が変わり、1955年には全の戦がソ連から中国に返還され、1980年代に改革、開放政策が始まるまで、 安山製鉄所や付近で発見された体系油田と共に国内が不安定であった中華人民共和国の経済を支えた。長春、旧、新京や大連、新洋、旧正、宝天といった主要都市では現在でも日本統治時代の建築物を多数目にすることができる。満鉄関連の建物は多くが修復されながら現在も使われており、 満鉄大連本社は現在でも大連鉄道有限責任講師の事務所としてその建物を使用しているほか、大連などにある旧大和ホテルは、現在も大連品館や両寧品館などとして営業を続けている。満鉄各線で運行されていた車両の一部は自波一型など、現在も現地で稼働しているが、老朽化などの理由で徐々に廃車、生態保存などが進んでいる。 かつて満鉄に勤務した田中末夫は太平洋戦争後に次のように語っている。2017年4月6日、中国社会科学院は長春に満鉄研究の中心地として満鉄研究センターを設立した。1946年昭和21年、元社員の就職斡旋や未帰還者の早期帰国などを目的として満鉄会が設立された。 1954年、昭和29年11月25日には、財団法人、満鉄会となった。旧満鉄社員及び満州関係引上げ者の援護構成などを行った。会員は多い時で約1万5000人いたが、その後は会員の高齢化に伴って減少した。2012年、平成24年10月19日に最後の大会を開催し、 翌2013年、平成25年3月末をもって解散した。なお、2013年4月から3年間は、情報発信のみを行う、満鉄海情報センターとして運営されたが、これも2016年3月末で幕を閉じた。レールの間隔の変更、改め期は、初期、満鉄の大きな問題だった。もともとロシアの敷いた機関は5ヒート。 1524mm の後期であり、日露戦争中、野戦鉄道日下げリブが日本から持ち込んだ内地用の量が走行可能なように3フィート6インチ 1067mm の強気に改築していた。これを政府の命令書により中国や朝鮮などに合わせて4フィート8.5インチ 1435mm の国際標準機関に改築しなければならなかった。 1908年、明治41年には、大連長春の本線の改築が終わった。不要になった狂気の機関車は日本に換装されることになり、周水湖駅で異例の機関車の送別会が行われた。また、日露戦争中に京弁鉄道として付設された、安佐佐具線も標準機に改築された。1934年、昭和9年11月、大連。 新境間に満鉄最初の特急アジアが設定された。最高速度は時速 130km、標定速度は時速 82.5km で日本国鉄の特急ツバメの平均速度時速 66.8km を上回った。流線型の外比をつけて空気抵抗を少なくした大出力蒸気機関車パシ型がこれを牽引した。 1935年、昭和10年には、運転区間はハルビンまで延長された。鉄道は、満鉄本来の路線、車線つまり新橋、現、長春大連、旅順間の満鉄本線と、安佐佐具線の他に、満州国が1935年、昭和10年に、ソビエト連邦から買収した、新京以北の北満鉄路、旧省、 中東道をはじめとする満州国有鉄道、国線や北部朝鮮の一部の鉄道の運営を及び新線建設を受託し、営業キロ数は格段と伸びた。これに対応するため、満鉄は1936年、昭和11年、宝天に鉄道総局を設置、さらに1942年に本社を大連から満州国の首都新京に移転した。以下は、 1945年、昭和20年8月時点での満鉄経営路線の一覧、委託経営路線を含む、半例貨物線、満州国国有鉄道委託経営線、1933年3月1日、安南線、今山線、両牛線、大鳥間線、各区路線、草原線、東あたり線、1944年4月1日、廃止。 ユサカン森林船、満鉄は不純物の少ない鉄鉱石と石炭を用いて低温還元のスポンジアイアンを製造し特殊鋼の材料としていた。これをアークロで炭素量を調整して新菌と革菌を製造、革菌に穴を開け新菌を入れ日本刀とした。パイプ砲、またはモロ砲という工程は十三に分けて、 流れ作業で製造され1日100振りを目標とした。昭和12年から試作が開始され14年から19年まで約5万振りが製造されている。松岡総裁の命名項は一新と命名され1振り40円で販売された。日本刀製法である刀工自ら土で折り返し鍛錬をすると心金と呼ばれる刀身真ん中の柔らかい鉄が均等にならないが、満鉄刀は 心筋を均等に真ん中にしている。切れ味も優れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。